どうもベストヒット高見です。今日はですね、マキコと近藤真彦さん特集を、いきたいと思いますが、先日あの人命救助、人命救助で、最近はね、なんかこう素晴らしいニュース、男を挙げているというね、お兄ちゃん助けられるから大丈夫だ、すごいですよねこれ、海、すごいですね、すごいな。まあそういうわけで近藤真彦さんのヒット曲をですね、VTR にまとめました、どうぞ。アイドル全盛期を作り上げたスーパーアイドル。近藤真彦さんですけど、これだけのねシングル出してるんで大きくなっちゃったんですけども、まあここにたくさんのヒット曲ありますけども、やっぱりどうですかこの近藤真彦さんっていうのは3人にとってみるとどのような位置に、もううちの事務所のドンですからね、リーダー的存在ですね。本当にたくさんの全てのタレントが集まった時に真彦さんからのお言葉で、よし今日はみんなこういう機会はなかなかないから行くぞっていう、すごい、輪を作った近藤さんが、はい、新選組みたいだね、本当にまとめてくれる、はい、やっぱり今週と名曲もやはり多いですよ、多いですね、途中途中にね、びっくりするような曲を出すんだよね、この愚か者とかね、夕焼けの歌とかさ、愚か途中ドキュッとするような歌出てくるんだよね。この中で永瀬君はどれやっぱり好きな曲ってありますか。僕あの初めてギターを始めた時に、ね、一番最初にコピーしたのが夕焼けの歌だった。これ、はい、これなんだ、はい、ギター持ってトロギター持って、彼ギターうまいんだよ、僕びっくりしちゃった、うまいステージを見ててね。実はですね、TOKIO が10周年の記念アルバムを出しまして、はい、その中でジャニーズのたくさんのいい曲を集めたアルバムなんですけど、その中で僕はギンギラギンさりげなくアレンジさせていただきまして、はい、ありがとうございます、高見沢さんがアレンジを、そうなんですよ、プロデュースかなりハードにしてしまったんですけどね、それを今日じゃあ永瀬君をフィーチャーしてですね、はい、みんなでセッションしたいと思います。出会い、燃えていて、炎を